皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、お礼や感謝を何回伝えていますかというテーマでお届けいたします。私はセミナーや講演の講師をやった後、 LINE や Facebook のメッセージでスマホから連絡のできる参加者にはその日のうちにお礼のメッセージをするようにしています。参加者が多くなると大変ですが、時間の許す限りメッセージするようにはしています。他のセミナー講師がこのようなことをやっているかといえば、私が受講したセミナーや講演で講師からお礼のメッセージをいただいたことはありませんと言いたいところですが、実は1回だけあります。それは零細コンサルタントの茅野克美さんです。茅野さんは今から14年前、小さな会社儲けのルールが大ブレイクしました。その後もランチェスター戦略の本を何冊か出版していますが、いずれもヒットしており、全国各地に根強いファンが数多くいます。ずいぶん前のことになりますが、茅野さんのセミナーに参加した際、お礼のハガキをいただきました。後にも先にもセミナー講師でお礼のハガキをもらうのは茅野さんだけかもしれません。なぜならば、多くのセミナー講師は先生意識が強く、お礼のハガキを書くことに抵抗があるようです。私がセミナーや講演のお礼をメッセージするようになったのは、茅野さんの影響からです。参加者の反応はわかりませんが、お礼のメッセージをもらって気分を悪くする人はいないでしょう。さらに私は翌日には同じ人にお礼のハガキも書きます。今日の本物の商売を目指すポイントです。最初からこのようなスタイルでやろうとは思っておらず、なんとなくこのようなスタイルに落ち着いたというのが本当のところです。メールや SNS 経由でメッセージしているのだから、わざわざハガキを書かなくてもという人もいますが、デジタルツールではなんとなく気持ちが伝わりにくいと感じているので、アナログツールも併用しています。その他、相手の記憶に残るだろうということぐらいで、マーケティング的な根拠はありません。しかも全く売り込みやセールス的な要素はありません。全く意味不明な行動だと思っている人もいることでしょう。先日、営業コンサルタントの朝倉千恵子さんのブログで、お礼は2回言うということが紹介されていました。例えば、先輩に食事を誘われてご馳走になったとします。支払いの時に先輩にお礼の言葉を言うでしょう。レジで支払いを済ませた先輩に対して、先輩ごちそうさまでした、美味しかったですなどです。一般的にはこれで終わりでしょう。ですが翌日電話でもう一回お礼をすることによって、相手により多くの感謝を伝えることができますし、礼儀正しい人だという印象を与えることができます。基本は何かしてもらった直後、お世話になった直後にお礼を口頭で伝えます。ただし、お酒が入っていると口頭でのお礼は相手も忘れている可能性は大です。ですから、翌日電話で再度お礼を伝えたり、お礼のハガキを書くことが有効です。2回もお礼を伝える人はなかなかいません。お礼は何回伝えてもいいのです。むしろ最低2回伝えることを習慣にしたいところです。このような取り組みは対お客様や対取引先だけではなく、まずは社内からです。同僚、上司、部下に対してお礼を2回伝えることを習慣にしましょう。そうすることで社内の人間関係はより円滑に、より深くなるはずです。社内というのは身内ですから、ついつい甘えが出てしまいます。その結果、お礼の言葉を伝えなかったり省略したりと、それが当たり前になっていきます。親しき中にも礼儀ありと言います。ぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。